ちら新宿駅の駅頭をお借りいたしまして、福島みずほの街頭演説会を開始させていただきます。今回は沖縄タパへ見て何が起こっているのか、福島みずほの口より皆様にお伝えをさせていただこうと思います。沖縄タパへに実際に福島みずほ視察に行ってまいりまして、皆様にそこで何が起こっているのかご報告をさせていただきたいと思います。それではしばらくの間ご清聴いただければと思います。皆さんよろしくお願いいたします。めぐちゃんありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、福島みずほです。まあ、暑い日が続きますが、暑い中で大きな声を出すのはどうも申し訳ありません、社民党参議院議員福島みずほです。おかげさまで国会に戻ることができました。でもできたら毎週1回いろんなところで毎月1回は、例えばこの西口やいろんなところで直接何かテーマを決めて直接皆さんたちに話をしたい、そう思っています。今日は沖縄の話をさせてください。東京なのに沖縄と思われるかもしれないんですが、今沖縄は辺野古も高江も大変な状況です。ですからそのことも、まあ、ぜひ皆さんたちにお伝えしたい、そう思っています。皆さん高江、沖縄の北部に高いという字に江戸の江なんですが、高江というところがあります。私は7月の26、27と8月の5日から8日にかけて約1週間ほどその高江のテントにおりました。今何かオスプレイ、ブン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 飛ぶという235億円ぐらいですかね、一機するんですね。それのオス、まあ、横田にも、そして神奈川にもオスプレイ、来ていますけれども、そのオスプレイがオスプレイパッド、オスプレイの離発着の、それを作るというので6個作ると、今2機できています。あと4機作るというので工事が強行されているところです。でもどうでしょうか、辺野古は海を潰して新基地を作る、高江はまさにやんばるの森を叩き潰してでっかいオスプレイパッドを作る。私も高江が何度も行きました。ヤンバルクイナ、私は実はちょっと見たことがないんですが、一緒に行った人たちは見ているんですね。ヤンバルクイナやいろんな希少動物がとことこ歩いたりしています。豊かな森、国際、環境遺産に申請をしようという、そんな素晴らしいヤンバルの森が沖縄の北部にあります。そこを潰してオスプレイパッド、水平で飛ぶときはジェット機、立てて降りるときはヘリコプターという、実に難しい、事故が大変多く起きていて、未亡人生存機とも言われておりますが、そのオスプレイの6機離発着のものを作るというので住民、地元の人たちが反対をしています。アメリカでは厳しい規制があってなかなか訓練ができません。ハワイもたくさんの遺産があるというのでオスプレイダメよというのでなかなか飛べないんですね。でも沖縄では、まあ、東京、神奈川でもそうですが、沖縄のその北部ではまさに至近距離で飛んでいる、夜10時以降深夜は飛ばないようにと言われているんですが、約束をしているんですが、実は10時以降もブン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 ギャー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 、ものすごく振動を、震わせながら飛んでいます。子どもたちはあまりにうるさいので引っ越してしまった、そんな子どもたち家族もいます。140人しかない村をまさにオスプレイの離発着隊が囲む、その今工事が沖縄で進んでいます。皆さん7月11日まさに参議院選挙が終わって、わーい宮陽一さん統一候補で沖縄勝ったぞなんていう朝の6時半からなんと工事が再開をしました。7月22日は県道の上にある、テント、
N1 ゲート前と言ってるんですが、そこのテントを防衛省が壊して持って行ってしまいました。県道は県が管理者です。なぜ防衛省がまさに県道の上のものを持っていくことができるんでしょうか。私がお友達 A 子さんの上にあるなんか犬小屋をですね、これ所有者いますかいませんか、あいないんですねと言ってですね、予算地のものを勝手に壊して持ってきた、そんなものなんですね。防衛省はなぜ県道の上のテントを壊す権限があるんでしょうか。質問収集で聞いたり行政交渉をやっても明確な答えはありません。皆さん、防衛省、あ、ごめんなさい、経済産業省の敷地のところに脱原発のテントがありました。今もうなくなっちゃったんですね。それはそれで問題なんですが、霞が関にある経済産業省の敷地にあるテントは裁判を起こして一審二審三審最高裁で確定させて強制執行をやりました。それは私は問題だと思ってはいるんですが、沖縄ではそんな手続きも一切取られていません。防衛省が県道の上にあるテントを壊して持って行ってしまったというものです。こんなのおかしい、そう思います。そして県道を封鎖をしました。県の職員、県道の管理者は県の職員ですよね。県の職員もその、県道が封鎖されてしまったので中に入ることができませんでした。どうでしょうか。イラク戦争の時にファルージャという村を米軍が封鎖をしました。中に入ったり外に出ることができなくなっちゃったんですね。今度も、ま、外には出れたんですが中に人々が入ることができない、そのことが起きました。3人が救急車で運ばれました。皆さん、沖縄県議会はこのヘリパッド建設中止の意見書を7月に出しました。県議会はこの沖縄高江のヘリパッド建設中止の意見書を出したんですね。政府にもそれは出されました。なんでそれが一切聞かれないんでしょうか。原発だって再稼働するときはせめて県知事やみんなの意見聞くじゃないですか。再稼働に実はもちろん反対なんですが、それすらやらない、聞かないんですよ。県議会がオスプレイというかヘリパッド建設中止の意見書を出しているのに、なんでこれを強行するんでしょうか。なんか島尻愛子さん、自民党の候補者が怒ったから報復をしてるんでしょうか。あるいは沖縄が嫌だと言ってるからやっているんでしょうか。皆さん、そしてこの機動隊が日本全国から500人以上沖縄の高江に集結をしています。この東京警視庁、東京、神奈川、千葉、愛知、大阪、福岡の県警が機動隊がまさに高江で人を引っぺがしたり人を怪我したりしてるんですね。昨日も72歳の女性が倒れてですね、血が出て緊急搬送されたというのが ありました。おばあたちも怪我をしている、風の谷の直しかじゃないけれど、おばあたちに手を出すなと、おばあたちに怪我をさせるな、まあ、おじいもそうなんですが、と本当に思っています。これが今の高江の現実です。私は参議院議員福島みずほです。沖縄のまさにその高江に行って思いました。これって戒厳令じゃないか、これって自民党が憲法を改悪しようとしている緊急事態宣言条項、それの適用ではないかとすら思っています。法律無視しています。無法状態、問答無用です。こんなのおかしい、そう思っています。沖縄まさに高江に行くと多摩ナンバー、足立ナンバー、足立もありましたね、千葉のナンバー、福岡のナンバー、なにわナンバー、全国のいろんなナンバーの機動隊がたくさんいます。
それを沖縄の現地から見ると、本土が沖縄に暴力的に襲いかかっている、そんな感じがします。こんなのもうやめようよ、そう思っています。沖縄は日本で唯一地上戦を経験したところです。人口の4分の1が殺されて、てか亡くなってしまいました。このやんばるの森も住民が逃げ惑った場所なんですね。そして 0.4% の面積に 75% の基地がある。だから沖縄の人が辺野古の新基地建設反対、もうこれ以上産み潰して基地作るな、その気持ちは本当によくわかります。その選挙結果、名護市長選も名護市議選も沖縄県知事選挙も沖縄県議会議員選挙も衆議院選挙も参議院選挙も全部辺野古の新基地建設反対、その人たちが当選をしています。私は思うんですね、どうして民意を聞かないのか、どうして嫌だ嫌だ嫌だって言ってるのに、暴力夫みたいに、まあ、暴力妻もいるかもしれませんが、暴力夫のように殴り続けるのか、それが本当に分かりません。でも皆さん、高江の話をしているのは沖縄高江での今工事の強行と暴力的な振る舞い、昨日も逮捕者が出ました。もう、釈放されました。昨日ちょっともされる予定で、昨日もちょっと警察や警視庁と話をしたんですね。毎日毎日怪我人が出ています。こんなのおかしい、そう思っています。民主主義国家なんでしょうか、日本は法の支配があるんでしょうか、なぜ勝手に防衛省はできるんでしょうか、県議会の意見書はなんで全く考慮されないんでしょうか。沖縄の人たちがもうこれ以上基地はいらない、オスプレイもう来ないでくれ、その訴えがなんで聞かれないんでしょうか。でも皆さん、私は沖縄のその場にいて、これが日本の近未来になってしまうんじゃないか、そう思いました。実は8月12日、今度は愛媛県の伊方原発再稼働、これは反対で再稼働される、まさに原発のゲートの前に、駆けつけました。するとそこには今度は四国全体だけではなくて、兵庫や大阪の機動隊もずらりと来ています。これから住民運動や市民が反対と言ったら、全国から機動隊が集められて襲いかかってくるんじゃないか、そう思いました。安倍内閣は今年中にも、まだ分かりませんが、高レベル放射性廃棄物の処分場を決めるんじゃないかとも言われています。今まだ決めてないんですね、決められないんですね。北海道がなるんじゃないか、いや青森じゃないか、四国になるんじゃないか、みんな本当に心配しています。でも私が思うのは、住民がどんなに反対、嫌だ、これっておかしいじゃないかと言っても、強権的にまさに工事をやっていくんじゃないか、ごぼう抜きして住民弾圧するんじゃないか、そう思っています。今回は大量の機動隊です。全国からの機動隊が沖縄高江に来ています。でももし安倍内閣が憲法を改悪して、9条を改悪して自衛隊が国防軍になったら、今度は国防軍がデモの警備に当たる、このことも憲法上可能となります。機動隊も怖いけど、警察も怖いけど、国防軍なんて冗談じゃない、そう思います。何が言いたいか、住民の命や生活守るのが政治ではないでしょうか。警察の仕事も政治の仕事もみんなの仕事も住民の命と暮らしをまさに守ることです。源さんという、まさに子供が6人子供がいる人に会いました。豊かなところで子供を育てたいと思ってるけれど、オスプレイ本当に何とかしてください、そう言われました。
その通りです。豊かな自然、ジャングル、希少動物たち、まさに辺野古が世界有数のサンゴ礁群であるように、ヤンバルの森は希少動物が住んで世界環境遺産に申請しよう、そういう場所です。そんな場所に巨大なオスプレイパッド、オスプレイが離発着するそこの場所なんですね。そんなものはいりません。どうか皆さん、子どもたちの命や健康を守りたい、生活を守りたい、そんな住民のたくさんの人の声に耳を傾け、こんな工事はやめろ、その声を大きく一緒にどうか上げてください。もう一度言います。皆さん、警察の仕事も、私たち議員の仕事も、政治の仕事も、人の命と生活を守ることにあるのではないでしょうか。こんなやり方もうやめてくれ、そう本当に思います。ちっちゃな島で、まさに小さな140人の村で、そこに襲いかかるのはもう本当にやめてほしい。そして皆さん、山城博司さんという私が尊敬するリーダーがいます。他の人たちも頑張ってる。何か71年前の地獄を再現したくない。71年前沖縄で起きた地獄をもう絶対に沖縄で未来に作りたくない。それがみんなの思いです。70年前沖縄は地上戦を経験し、まさに地獄状態でした。もう嫌だと、戦争を加担することも、戦争の練習も準備をすることも、この沖縄の基地から米軍機が、自衛隊機が飛び立って集団的自衛権の行使、戦争するのはごめんだ、そう思っている人が実に多い、そう思います。そして私もそう思っている一人です。戦争のための訓練もうやめろと本当に言いたい、そう思いますが、皆さんどうでしょうか。神奈川にも東京にもオスプレイはいりません。で、沖縄にも日本全国どこにもいりません。なんと日本政府は17機買うという予定なんですね。防衛予算は5兆1000億円以上、 5兆円も、今の予算が突破したんですが、さらに上積みをしてもっと防衛予算を拡充する、そんなことをまたやろうとしています。あ、いいです、どうかどうか、そんな、ことが今起きている、一緒にどうか声を上げてください。そしてそういうふうに、権利や生活が弾圧をされることが実は私たちの生活にも響いてくるんだ、そんな思いで一緒に声を上げたい、そう思っています。一部の人たちのことではありません。一見すると沖縄の高江、一部のところに弾圧が加えられていると見えるかもしれない。でもこれは私たち一人一人に対するやっぱり弾圧だ、そう思います。沖縄高江でこれほど弾圧をされているところはありません。これほど戦っているところもありません。でももう一つ、これほど民主主義を作ろうと頑張っているところもありません。全国各地のそんな戦う現場と一緒に戦って平和を作っていきたい、そう思っています。私は、社民党の参議院議員福島みずほです。行政交渉をしたり、標的の村という映画の上映をしたり、質問主意書を出したり、政治の力でやれることは何でもやろう、そう思っています。実は明日明後日、今度は N1 ゲート裏のテントの撤去が起きるかもしれない、そんな危機的な状況も迎えています。とにかくぶっ壊していくぞということなんですね。本当にあらゆる予定をすっ飛ばして沖縄に行って、やっぱり議員としてはしっかりその場でおかしいぞ、声を上げていきたい、そう思っています。まだちょっと行くかどうかはまだちょっとこれからなんですけれども、本当にひどいことを起こしてはならない、
政治がひどいことをやることを私たちは黙認追認してはいけない。そして子どもたちに未来に住民が生活と命を守るその戦いを一緒に応援していきたい、そう思っています。沖縄の高江の話をこんなにたくさん聞いてくださって本当にありがとうございます。このことが憲法改悪や戦争につながらないようにと思っています。最後に一言だけ聞いてください。標的の村というドキュメンタリー映画、三上千恵さん監督の素晴らしいドキュメンタリー映画があります。その中で出てくるんですが、この高江北部はベトナム戦争の時にジャングルの訓練をしていたところなんですね。沖縄の人たちがまさにベトナム人の格好をしてベトナムのその、ゲリラじゃないけど村の住人の格好をさせられて、そこでどうやってベトナムの住民を弾圧するか、あるいはゲリラを抑えるかって、抑えるってちょっと変なんですが、という訓練に沖縄の人たちがまさに駆り出されていました。おかしいですよね。でも沖縄の人たちは沖縄からベトナム戦争のまさに戦闘機が飛び立っていった、亡くなった人たちが沖縄に帰ってきた、そういうことを本当に心を痛め、沖縄が戦争に加担することはもうしたくない、多くの人がそう思っています。そのことを一緒に応援したい。私も戦争に加担したくありません。戦争の加害者にも被害者にもなりたくありません。そしてアメリカ訓練するんだったらアメリカでやってよっていうか、まあどこでもやっちゃいけないですねきっと。でも高江でオスプレイパッド作ること、工事をさせてはならない、そのために頑張っていきたいと思っています。たくさんの皆さん聞いてくださってありがとうございます。そして今日は一緒に高江に行った仲間や時期をずらして現場にいた人たちもいるので、ぜひアピールというか発言もよろしくお願いします。参議院議員福島みずほです。国会に戻していただいたのでバリ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 戻していただいた分、あのユーズルの2じゃないけど、の亀さん竜宮城じゃないけれども、私は国会の内外で頑張ることが恩返しだ、恩返しって変ですね、戻してくださった皆さんの思いに応えることだと、全国駆け回り沖縄に行き頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆様ご清聴誠にありがとうございました。はい、ここでですね、一つ皆様福島みずほさんにもご連絡をしたいんですけれども、ただいまツイキャスでインターネットで放送しております。こちらの街頭演説会なんですが、名護署前、沖縄の名護署前の方、名護署前で頑張っている方からみずほさんに頑張ってくれありがとうというメッセージをいただきました。名護署前の皆さんありがとうございます。またですね、不当逮捕されたと言われている方なんですけれども、ただいま逮捕釈放の手続きを行っているそうでございます。合わせてご報告とさせていただきます。続きまして、沖縄の高江に実際に行かれました方からのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。辻さん、よろしくお願いいたします。本当皆さん、すみません、私マイクをお借りいたします。